諸角光一は、日本の実業家。株式会社東日本放送代表取締役、社長、テレビ朝日ホールディングス取締役、テレビ朝日常務取締役を歴任。1978年3月、駒沢大学法学部卒業。1981年2月、朝日新聞社入社。社会部記者として、長年勤務、広報部などを経て、 横浜総局長。2012年1月、同社役員待遇広報、環境担当権お客様本部長。社会福祉法人朝日、新聞厚生文化事業団理事長。同年5月末日付で、選択定年、社友。同2012年6月、東日本放送代表取締役社長に就任。東北電気通信協力会会長。 2016年5月14日公開の映画、との、利息でござる。制作総式。2016年6月、テレビ朝日ホールディングス取締役及びテレビ、朝日取締役。2017年6月、テレビ朝日常務取締役。一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動、全国連絡会評議員などを務める。テレビ朝日 HD、役員の移動等に関する。 お知らせ2019年5月9日。2020年11月17日閲覧。神奈川県弁護士会。7月23日。朝日新聞社横浜総局長の諸角光一氏の講演2004年9月号。2020年11月17日閲覧。朝日新聞厚生文化事業団。朝日の社会福祉2010-2011.3。 2020年11月17日閲覧。文化通信社、朝日新聞の諸ろ広報担当、東日本放送の社長に2012年6月1日、2020年11月17日閲覧。仙台ロータリークラブ、州法ナン、no. バー3193もろずみ、高一会員2015.5、14、2020年11月17日閲覧。 総務省東北総合通信教区平成27年度電波の日情報通信月間記念式典2015年5月2020年11月17日閲覧ムービーウォーカープレス諸角光一20年11月17日閲覧イヤーバンク役員の状況2020年11月17日閲覧,日,閲覧日本経営倫理士協会 第23期経営倫理士講座2019.1020年11月17日閲覧草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会法人概要2020年11月17日閲覧ありがとうございます